コンプリート組もう。カフェちゃんニューコンプリート。そう。パスタへも来たからね。全部盗んで。これ全部パクったの？そう、全部パクった。ちょっと。よし。組んでみよう。カフェちゃんセットアップ。そう、セットアップ。久々にね、フルコンプするから取ろうかなって思ったんだ。さあ、カフェちゃんのこのセットアップ。まず道具ね、ギアサイズとか知りたいな。お、かっこいい。なにこれ？インペリアルの確か花とウサギって名前だったと思う。ウサギだね。そう、ウサギ花。ちょっと反射しちゃってるけど。なんかいいね。これデザイナー誰なの？わからない。なんか書いてるよ。これビューティフルマインド。F なんて書いたんだろう。わからないけど。ちょっと和柄っぽいよね。そう。紫色の。サイズは？これね、8.125 のインペリアルってフラットとディープって言ったんだ。あのなんかコンプル。そう。のディープのコンプル。ディープ。ディープってそんな、なんかわかる？ディープっていう。ここに書いてある。ここに。D って書いてると D なんだ。D でフラットの方は F。F この辺が違うんだよ。か。ここがね、最近ね、ちょっとデッキのサイズアップした。前まで8だったら 8.125 とか。そんなにディープなの？お、すごいじゃんこれ。おお、おお、結構ディープ。すごいね。意外と。すごい。ちょっと他のデッキとかだとどうなる。おお、なるほどね。隙間がね。やっぱない？ディープだとメリットはフリップとかかけやすいね。フリップ関係なんか、そうこう回しやすい。回し系がやりやすくなる。でサイズ太くしたから、うん、そう、8.125。 おお、壁ちゃんいつも大体8だったから。そう、8の時はフラット使ってたんで。なるほどね。やっぱこう足乗っけた時にさ、つま先とかかとに結構くるの、なんかこう、あ、あるある。こう踏んでる時の踏んでる感やっぱ強いんだ。うん、やっぱそっちの方がね、なんか回し系やる時楽。なるほどね。そう、じゃあ回し系をいっぱいやりたい人はディープがおすすめだ。うん、楽じゃないかな。お、そうなの？デッキテープは？壁ちゃんの貼り方ってこんな感じなんだ。たまにね、こだわってね、貼るんだけど。これ一応、インペリアルって書いてある。どこに？え？嘘でしょ？マジ、黒文字で。あ、なんかこれはもうインペリアル。あ、なんかでもほらカメラだと微妙に薄かかるよ。なんかわかる？みんな、うん、なんとなく書いた。書いた、なんとなく。あの、見えないおしゃれ。なるほどね。そう、ほぼ見えない。最近まで全然やんなかったんだよね、ガリガリ。いきなり買ったの？そう、めんどくさくて。最近これをやることで、うん、剥がれにくいってことに気づいて。今更ながら、スケボー歴何年？もう十何年やってるね。十何年やってて、今気づいた。そう、ガリガリやった方がいいって。ガリガリやった方が綺麗に切りやすいし、うん、剥がれづらい。なるほどね。まあ、だいたいデッキはどんぐらいに1回変えるの？でも2週間に1回とかかな。2週間に1回。でもデッキがボロボロになったら変える。なるほどね。そう、雨とか多すぎてあんま滑らない時は結構削ったら1ヶ月ぐらい乗ってる時もあるし。2週間ってのはもうないですよ。もう毎日やってる時ぐらいのノリ。
毎日じゃないけど週4ぐらいで滑ってるとき。それって俺もあれじゃん、簡単な話8日間乗ったらってことでしょ。そう、でもなんか滑るスポットパークとかだったらさ、うん、そんなテールとかなくなんないじゃん、ドメインじゃん。やっぱストリートポイントだとそこやっちゃう。そこはやっぱなんか結構荒れたところとか滑るとすぐテールなくなっちゃったりとかして、ボロッボロになりすぎてさ、うん、それに慣れてくれば乗れるんだけど、うん、デッキまた変えた時にすげえ違和感あるんだよね。靴とかもそうなんだけど。なるほど、ある程度でどんどんこうしないとなんか感覚が超俺はくる。これどっちのオズ？これどっちのオズ？さあ、どっちのオズ？どっちにあれ書いたの？多分こっちのオズだよね。さあ、こうやって置いてこうやった時にここに数字あったよね。さあ、どっちだった？多分そのノーズの方がなんか。俺は、3点なんです。ビスは。あ、ビス3点なんだ。そう。上と下でちょっと対照的に斜めに。そう。ん？こういうことで。上が4つの。あ、上4つの？下2つ。あ、そういう感じなんだ。そう。それはなんでなの？これね、俺昔からこのやり方なんだけど、たまに4点にするんだけど、中高、高校生ぐらい、中学生ぐらいからやったかな、3点。まあ3点でも別にそんなグラグラなりやすいとかない？ない。で、これのめっちゃいいのは、うん、こう、できてば張るじゃん、あって、うんうんうん。普通のだとさ、どっちがノーズでどっちがテールか分かんなくなる時あるじゃん。うんうんうん、これ、こうやって足置くの決まってるじゃん、うん、こっちが4点になるから。なるほどね。そうだから、ちゃんとね、ノーズテールがね合ってればつま先側に4本置くんだ。そう、分かりやすい。ああ、なるほど、それいいね。付け替えのも楽だしね。そうそうそう、4つもリス止めなくて済むから、うん、ベンザー。あ、トラックはベンチャー。今回ベンチャーのサイズは8.125。ん ?125 に合わせるならば 5.2。 5.2。 そう、なんか 5.2 の、はいはいはい。で、ポリシーノーマルだ。あ、ノーマル。うん、これはね、ノーマルでもちょっと軽量モデルとかなんか自分の中でもうここね、何年かずっとノーマルばっか使ってて、なんか軽いのがいいって人もいれば、やっぱノーマルのこの程よい重さがいいって人がいろいろ分かれるよね。そう、あのね、俺よく言われるんだけど、足の筋力が強いって言われて。おお。で、軽いと足痛くなっちゃうんだよね、うん、軽いと足痛くなるの？そう、こう踏んだりとか回したりとかした時にこれがすぐ抜けちゃうから、うん、なんか足がカクンみたいな感覚っぽくなっちゃって。昔でも超軽いの好きだった、うん、できるだけ軽くしてたんだけど、うんうん、誰のコータだっけな、誰かのノーマルの乗った時に、うん、最初重って感じんだけど、うん、でもやりやすいみたいな、なんか重いくらいでもこうテコの原理でオーリーとか逆に重い方がいいとか、足裏にバチンってくるとかなんかいろいろ聞くの。あ、でもそうかも、フリップとか重い方がこうキャッチした時が分かりやすいかも。へー、これで3点だとさ、リスも色とか変えなくて済むからさ。なるほどね。そう、これはもう長年やってるね。何これ、シールがついてリスが、あ、シール貼ってるんでしょ。いいですね、そのトラックの下に入るようにステッカー貼ってるんだとかしたりする。なるほどね、トラックをつけてからステッカーを空いてるところにじゃなくて、あえてもう先に貼っちゃうことが、下に挟み込むような。そう、その時時なんだけど、たまにデッキテープのこのこことかにも貼りたいみたいな、なんとなく雰囲気で。なるほどね、なるほどね。時はもうデッキテープ貼る前に先にステッカー貼って、このサイドのところにもステッカーこう入るようにすんだ。そうそうそう、するとね、それもまたノーズとテール分かりやすいから、うん、なるほどね、いいね。このデッキの柄かっこいいや。いかがですか。いいね。今回のこのビスは六角？
あ、六角だ。六角。俺絶対六角。あ、絶対六角なんだ。そう。それなぜ？これね、理由がある。俺、これも六角もずっと前からなんだけど、うん、六角ってさ、うん、舐めないじゃん。おお、なるほどね。十字のやつだとさ、うん、これ舐めちゃう時あるじゃん。舐めちゃう時あるね。六角だったら、ほぼほぼ絶対舐めないと思うんだよね。結局ツールがこうやってあればさ、まあ絶対ついてるから。六角ですよ。時代は六角でしょ。六角のこの上にこう下、上にこう下一個。ね、4個2個なのか、ね、こうなるともうこっちがノーズってわかるから、ね、分かりやすい。ノーズデールこれ実は測ったら逆だったとかないでそう、いやそういうのね、あの数字で見るとこれやられちゃう。逆に測って17。あ、こっちがノーズでしたね。あ危ない。これ何？あ、これね、ボーンズレッツのね、うん、シックスボールね、ビッグボール。すごい。水色だよ。いけてるじゃん。初めて使うの、これ。で、ウィルが、ボーンズの STF の99円、6V3。V3 なんだね。そう、俺 V3 大好きなんですよ。ちょっとね、ちょっとこう細いね、ウィールは細い方が好きだね。なるほどね。それなんで、なんかの理由が細い方がいいって。接地面少ない方がなんかかっこいい、うん、おー、なるほどね。見た目がかっこいい。おー、なんかそれあんの、トリックの時にやっぱプラスとかさ。でも V1 と V3 は俺の中であんま変わんなくて、うん、でも見た目がこうこうなってるじゃん、うん、V3、うん、V1 もうちょい、うんうん、こうついてる時に細い方がかっこいいなって思う。そういうことね。そうで V3 が好きなんだよね、うん、なるほどね。そう、お、それプリント内側にするんだ。内側にすることが多い。理由は特にね。もうそういうものなんだ。うん、あんまデザイン出したくないっていう。ああ、なるほどね。そう、色し白系でシンプルなやつが。そう、カラーウィールもあんま好きじゃない。ああ、なるほど。これさ、そう、友達に教わったんだけど、ここの面に合わせるといいらしい。ああ、納豆。そう、こうさ、例えばこれ今面ぐらいじゃんね。これでこう動くぐらいの方が良くて、うん、ここが出たりしない方がいいんだって。シャフトがね。そう、の時はワッシャー挟んだ方がいいって言ってた。なるほどね、うん。うさちゃんが隠れないように。いいですね、ここら辺。中のステッカー貼る時のなんかこう配置とかさ、なんかこだわり。あ、ないね。ないか、うん、特にない。こういう風になっちゃう、先のトラックつけちゃうと。あ、こここね。そう、なるほどね、この角ね。そう、あ、これね、まあ、あんま気にならないでしょ。そう、DC シュー、カブちゃんのサポーターね、サポート DC貼って、 YouTube のやつ。お、 YouTube のステッカー。これはカブちゃんいつも持ち歩いてんの？全然持ち歩いてない。持ち歩いてない、うん、じゃあ会った時ちょうだいしてもあげられない
てかね、前持ってたんだけど、うん、結構もうなくなっちゃって。なるほどね。そう。お、チャラライダー。チャラちゃん。チャラちゃん。チャラちゃん。チャライダーは基本的にはどんなものなの？アパレルブランドなの？アパレルブランドだね。おお、チャライダー。これね、ちょっと平塚の大根のボーカルの友達が書いてくれてる。そしてその赤いステッカーで、これがね、アルフレッド・ゴンザレスっていう。お、何それ？洒落てる靴下の、うん、これが今ね、そう履かしてもらってる。あ、やべ、はみ出ちゃった。お、はみ出たときは切ればいい。楽だなぁ。ほら、ね、来た。まあ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 。まあまあまあ。まあまあまあね。ほら、できた。はい。総額0円、全部パスタイムで盗んだ。湿気とかにも強いから。あ、そうなんだ。そう、多分曲がりにくいとかそういうのがあるんだと思う。バリアルキックバリアル、you
できなくないけど苦手です。スイッチだとできる。スイッチ。よし。こんなもんでいいっしょ。あらまーす。